旧上岡駅のホームと、旧上岡線の配線跡、深みやびがみ自転車道と、海マイナス 5E 戦闘機上岡区は、台湾台中市の四角区。上岡区は、台中盆地の北端に位置し、大原山大地の東辺、大光径の南岸、台中市の北西端に位置する。東は、豊原区と、西は、清水区と、南は、大学及び深谷区と、北は大光径を隔てて、 高差徳と接している。東西約9 0 1トル南北約7 6 1トル大原山大地上に位置するため地勢は、やや高く、最高海抜は2 0 7 2ル最低海抜は1 1 0ルとなっており、東西に比べ中央部がくぼんでいる地形である。地質は、対中盆地北端の大口径の中積線となっており、 第4期を奇跡層により構成されている。第地のお奇跡層以外は大部分は砂礫と粘土の混合地層となっている。気候は亜熱帯気候に属し、温度は年間を通して差が少ない。年間平均気温は摂氏22.3度、年間降水量は1 8 0 0ト、mm、ルから2 0 0 0トルである。4月から6月にかけてが雨季となっており、8月から9月に、 かけては台風の影響を受けることが多い。肝心による紙を書く開発は主に関東出身者によって開発されたことから新兵器された広大平原の意味で旧称を新交称と称した。その後、新し広氏と神岡の発音が類似していることから、後に入植した福建系住民の間で混同され、後に上岡の地名が用いられたと考えられている。 低成功統治時代、上岡は天根教州に属し、その後神による統治が開始されると、1684年、一府三県を設置し、諸羅県に帰属した。1723年に諸羅県が分割され、昇華県が設置されると、昇華県の管轄下に置かれ、猫切り東東保管理者と解消され、続称を赤はともえそうと言った。陽末年になると、 関東石の調達経営、長商所などが台湾に移住し、この地で大規模な開発を行った。この時形成されたのは、八代口、北野省、浮などが開発された。同校22年になると、上岡に初めて省が設置され、泉州人が多数入植し集落を形成した。百八十七年に台湾章が設置されると、台中地区には、 台湾県が設置され、それに帰属した。日本による統治が開始されると、上岡地区は、上岡、八代口、三角後の三区に分割されたが、1920年の地方制度に乗るせで、上岡省として、大中州、豊原郡上岡省と改編された。戦後に、上岡号と解消されたが、2010年12月25日より、 大中圏市合併につき、神岡区となり、現在に至っている。大中市神岡区元理国民小学級、八代口信号場遺跡公園と、丹田,田市新自転車道、州、町の一、管轄区域及び軍市の名称、一、管轄区域、大正9年8月10日、台湾総正しフレー第47校。ありがとうございます。